何つね話からね、バーベキューの歴史などなどですね、まあバーベキューっていうと日本人はですね、まあ、屋外で食べる焼肉みたいなイメージでね、まあ、キャンプ用品とかそういうのすごい好きな人がね、もうここぞとばかりに張り切る、ね、バーベキュー奉行なんかできちゃったりして、ね、もうなんかもう何苦労して火を起こして、ね、苦労していろいろやってこそ、ね、アウトドアみたいなイメージがあると思います。もちろんそれでね、いいとは思うんですけども、これはですね、スマートバーベキュー、いやいや、そんなんじゃなくて、もっともっとね、楽しく、ね、自分に優しく、相手にも優しく、ね、地球環境にも優しく、社会貢献できるものっていう、そういったですね、スマートバーベキューっていうのを提唱してるんですね、日本バーベキュー協会がやっております、ね、バーベキューインストラクターで、というわけで、バーベキューってのはさっきも言ったように、屋外焼肉じゃなくて、ね、まあそのコミュニケーションの場だったりね、コミュニケーションツール、食を通じたコミュニケーションの場という、そんな意味でございますからね、ぜひ皆さんもですね、まあスマートバーベキューを心がけていただきまして、まあよりですね、身近にそのバーベキューを感じていただければなと思います。はい。まあ、バーベキュー検定の結果はですね、まあいつ出るか、1ヶ月後でございますから、またね、出てインストラクターに、登録しましたら、またそちらもお越しいいと思いますので楽しみに待っててください。というわけでございまして、今日はバーベキュー検定受けてみたでございます。イナウィーシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。はい、もうバーベキュー検定受けてみたね、これ一緒にこう買ってきたレシピブックね、ほらバーベキューレシピ100選ね、もうこういうのあるともうめっちゃバーベキュー振る舞ってって言われるんですけどね、残念ながら初級バーベキューインストラクター検定ではそういったバーベキュー技術っていうのは一切やってませんのでね、受けて受かったからといって僕のバーベキュー技術が向上してるわけじゃないので全然振る舞えません。はい、全然振る舞えないので、イナリッシュマスクプレゼンツバーベキューフェスはですね、まだまだ先になるな、乞うご期待。イナリッシュ